皆さんこんにちは、マリアでーす。さあ、今回の内容はこちら。新人公演無事再開。次の進行主演ヒロインは誰だーということで、いやね、現在大劇場公演中の月組オーランキーね、無事に新人公演がね、幕を下ろしました。本当におめでとうございます。私もね、宝塚ニュースでその様子を拝見しましたけれども、やっぱり新人公演っていいですよね。もう本当にね、新人公演が再開されたことに心から嬉しく思いました。やっぱりね、こう、その新人公演の様子を見ていて、これ新人公演って学びの場なので、本当にみんなが頑張っている様子も伝わってきましたし、最後のね、ご挨拶を見ながら本当に感動しました。レイカハルさんね、とってもすごい、しっかりとご挨拶をされていて、素敵な、なんか若手スターさんだなーって思って見ていました。今後ね、すべての組で新人公演も どんどん再開していきますし、またね、メンバーも新しくなっていきますので、まあ、これから新人公演で主演を務める人、そしてヒロインを務める人、どんな生徒さんが務めるのかなって私なりに予想をしてみましたので、皆さんにシェアしていきたいと思います。ぜひ皆さん、新人公演メンバーまだわからないという方は最後までチェックしてください。それでは早速、行ってみましょう！はい、ということで、いやね、各組、次はどんな生徒さんが進行主演、ヒロインを務めるのかなと思った時に、やっぱりね、100期生の皆さんが今まで活躍をされていたので、その100期生の皆さんが新人公演卒業して、またね、顔ぶれもすごく新しくなっていくと思いますし、各組で抜擢とかもね、多くなっていくんじゃないかなと思っています。で、それを踏まえた上で、まあでも次の新人公演となると、健七さんも進行卒業になりますので、そのあたりもね、考えながら、ちょっと私の方で予想してみました。では、まずは花組から行ってみましょう。花組、次の進行主演をやりそうな方は、この方稲見ライトさんということで、いやー、やっぱりね、そろそろ来るんじゃないでしょうかね。今までね、やっぱり100期生ということで、聖のアスカちゃんとかがね、新人公演すごく活躍をされていて、で、その皆さんが、こう、卒業した後、新人公演卒業した後となると、今ね、アウグストゥス、そしてクールビーストでも、木南ライトくんめちゃくちゃ活躍してるんですよ。もうすごく目立ちますし、ビジュアルもね、もう本当に素敵で、スターオーラがね、しっかりと出ているので、ちょっと私はね、次あたり来るんじゃないかなと思っています。木南ライト君103期生ということで、まあね、研究科5年生になるので、これからですもんね、まだまだなので、まあここで来るんじゃないかなって私は予想しています。そして、花組で次の進行ヒロインを務めるといえば、やっぱりこの方じゃないでしょうか。はい。星空美咲さん。ということで、いやーもうね、かなり本公演でも目立つポジションにいますし、次のね、別箱公演、銀ちゃんの恋ではヒロインのね、小夏を務めることも決まっています。で、この間のね、聖のアスカちゃんのバウ初主演の公演でもヒロインをね、務めていましたので、これはね、もうこれからどんどん、そういう新人公演のヒロインとか、また別箱のね、ヒロインとか、本公演でもいい、なんて言うんでしょう、目立つポジションになっていくんじゃないかな、と、思っています。本当に可愛らしくって、いや、ヒロインが似合う娘役さんだろうな、って思うので、私はじっくり演技をね、したところをまだ見ていないので、期待したいなと、はい、思っています。さあ、そして、月組さん、行ってみましょう。次の月組公演、進行主演を射止めそうなのは、この方レイカハルさんということで、まあね、今回のオーランキーに引き続きだと思うんですけれども、いや、やっぱりね、本当に素敵なんですよ、レイカハルくん。で、舞台での立ち姿はもちろんなんですけれども、お芝居がね、割としっかりしていて若手なんですけれどもね、まだ。で、ダルウェイクの声の時にはすごくコミカルで面白い演技をしていましたし、赤と黒の時とか、またその他の時とかって、こう、全然ね、カラーが違うんですよ。で、いろんなレイカハルくんを見せてくれていて、で、今回のオーランキーもね、まあ一応宝塚ニュースではあるんですけれども、
すごくしっかりしたお芝居をされていましたし、まあ、ご挨拶も本当に立派で、いやー、ちょっとこれからがね、楽しみだなと思いましたし、101期生で次もね、まだ県7ということで、ね、新人公演最後の学年なので、ここでもう一回ぐらい進行主演が来るんじゃないかなって私は、はい、予想しています。そして、ヒロインを射止めそうなのが、この方、宇多千鶴さんということで、今回ね、オーランキではキヨラハリュウちゃんがね、ヒロインを演じていましたし、もうね、本当にキヨラハリュウちゃんもお上手なんですよ。歌も抜群に上手いし、お芝居の声も綺麗だし、お芝居もしっかりとできるしっていうことで、すごく注目されていますよね。で、やっぱりね、キヨラハリュウちゃんともう一人、すごく注目されているのは誰かというと、宇多千鶴ちゃんだと思うんですよ。宝塚のその駅に大きな看板もね、ありますし、ダルレクの声の時には、キヨラハリュウちゃんと宇多千鶴ちゃんっていう感じで、もう二人同列でね、すごく目立っていましたし、次あたり進行ヒロイン来るんじゃないかなって私はね、思っています。で、105期生研究科3年生ということで、いやー、まだまだね、若いスターさんなんですけれども、すごくお歌も上手で、もうなんせ本当に可愛い。すごく可愛いと思うので、まで次あたり来るんじゃないかな、と、はい、予想しています。さあ、そして次、雪組行きましょうね。雪組次の進行、主演を務めそうなのが、この方、あがたせんさんということで、あがちんですよ。もうあがちん、皆さん進行ないですからね、まだ。もうあまりにね、活躍していますし、もう本公演でも別箱でも大活躍なので、うっかりね、新人公演卒業してる学年かなって思いがちなんですけれども、まだまだ進行内なんですよ、アガチンは。で、ただ、アガチンって何気に新人公演主演を務めたのは凱旋門なんですね。いや、でもね、ここらでもう一回ぐらい、アガチン、来るんじゃないでしょうかね。やっぱり101期生研究科7年生ということで、新人公演ラストの年ですし、しっかりね、進行主演を務めて私は進行卒業するんじゃないかなと思っているので、次は、あがちんじゃないでしょうか、と思っています。はい。さあ、そして、ヒロインを務めそうなのが、この方、メイロユイさん。ということで、いやーもう本当にね、とっても目立っていますし、本当にお歌も抜群にうまくって、まあ、等身バランスも本当にもうね、もう人形さんみたいに可愛らしくって。で、今ね、全国ツアー回っている、ベネチアの紋章でもすごく目立つお役をね、やっていますよね。この音色ゆいさんも105期生、研究科3年生ということで、105期さんすごいんですよね。娘役の宝庫というか。で、まあね、これからの時代を担う娘役スターさんということで、ここでね、ヒロイン、私は一回来るんじゃないかな、と、はい、思っています。なので、皆さんも期待して待っていていただきたいなと思いますけれどもね、私もう一人でも実は、アリス姫香ちゃんも来るんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、102期生、研究科6年生なので。なので、私的にはどちらかかなーって思っていますけれどもね。まあ、これはプロデューサーが決めることなので、全く違う誰かになるかもしれませんが、はい、楽しみに期待したいと思います。さあ、そして星組ですね。星組主演を務めそうなのは、この方。アマトカノンくーん。ということで、いや、アマトくんはね、もうやっぱり本当に、組に配属された時からもうとっても目立っていましたし、活躍もしてきましたし、新人公演でもね、もうすでに、主演を務めたり、目立つ親子をやったりと大活躍なので、ここでもう一回ね、主演来るんじゃないかなって、うん、私は思っています。やっぱりね、100期生の、県七さんね、卒業されて、清美新くんとかもね、もう卒業してしまいましたので、これからの新人公演をね、やっぱり支えていく一人だと思っているので、いやー、これはね、ちょっと、アマトくん、進行主演見たいなと、はい、期待しています。そして、ヒロインを務めそうなのが、この方、水野ゆりちゃん。ということで、ヒロイン本当難しいなって思うんですよね。誰になるんだろうって本当に毎回わからないですし、誰がなってもおかしくないんですけれども、まあ、水野ゆりちゃんは進行ヒロイン経験もあるということで、で、かつ、次のバウとかでもね、すごく目立つお役がついているんですよね。ここらでもう一回
対進行ヒロイン来るんじゃないかなって私は思ったので、はい、予想の中に、水野ゆりちゃんという名前を出させていただきました。で、102期生、まあね、もう兼六なんですよね。なので、アマトカノンくんも102期生兼六ということで、私の中では、あの、ジ・エンターテイナーで初舞台を踏んだ子たちがもうこんな学年なのかとね、驚愕しましたけれども。まあね、なので、アマトカノンくん、水野ゆりちゃん、ちょっと同期生コンビで、まあ、ここらでね、進行主演コンビを務めてほしいなという願いを込めて、はい、予想させていただきました。さあ、そして最後ですね、空組さん、主演を務めそうなのが、この方、高戸千明さんということで、コッティ、もう本当にコッティ、ね、最後だと思うので、進行主演務めてほしいなと思っています。もう101期生ということでね、コッティも県7ですよ、進行の長になりました。まあね、もう大活躍で、新人公演でも本公演でも、その安定した実力をしっかりと見せてくれていて、すごく落ち着いて、今だからこそ冷静に勉強できるんじゃないかなと思っているので、私はもうワンステップコッティが男役として成長するために、ゆりかちゃんがトップでいる間にもう一度進行主演を務めてほしいなという願いを込めて、進行卒業最後の年に、ぜひ主演をお願いしたいと思います。はい。さあ、そしてヒロインを務めそうなのは、この方。山吹ひばりちゃん。ということで、いやーもうね、夢千鳥から大活躍で、本当に可愛らしい娘役さんで、で、次のね、新人公演のヒロインももうすでに決定していますよね、シャーロック・ホームズ。で、まあ、この時は、進行主演がアノン・ユーセイ君ということでね、とってもフレッシュなコンビになると思うんですけれども、コッティと組んでるのもちょっと見てみたいと思ったので、まあね、コッティが進行卒業の最後の機会にぜひ、コッティとひばりちゃんっていうコンビで見てみたいなと思って、まあ、選ばせていただきました。で、山吹ひばりちゃんも105期生ですよ、皆さん。もう、105期生すごくないですか？で、山吹ひばりちゃんがいて、で、ネイロユイちゃん、雪組のね、ネイロユイちゃんがいて、月組、歌千鶴ちゃん、で、花組の星空美咲ちゃんっていう風に、ほぼ全組じゃないですか？これはすごい気ですよ、本当に。そして皆さん、歌がね、しっかり歌えて、可愛くてっていう気なので、いやー、これはね、これからが本当に恐ろしい、嬉しい恐ろしさですけれどもね。いや、すごいなって、思いました。で、こうやって見てみるとね、やっぱり、新人公演最後の年っていう、101期生の皆さんにも頑張ってほしいですし、まあ、その他のね、皆さん、一回新人公演をやったけれども、もう一度って思ってる方もいると思いますし、全く予想しないところから抜擢されてとてつもないスターさんが現れることもある。これが新人公演の面白さだと思いますので、これからもぜひ皆さん、新人公演メンバー、そして新人公演に注目していただきたいと思います。はい。ということで、今日はもう私が勝手に選んだ次の新人公演で主演、ヒロインを務めそうな生徒さんをご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか？この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。はい、それでは今日の動画はここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。